都民の皆様の生活に身近で、そして耳より有益な情報をご紹介してまいりましょう。まずは東京の若者に新たなブーム到来の話題です。濡れパンがおしゃれ、若者がハマる謎のパーマ。昭和のアウトローカルチャーの代名詞パンチパーマですが、令和の今、若者を中心にその人気が再燃しているようです。ブームとなっているのは濡れパンという進化系パンチパーマで、頭の側面を短く刈り上げ、コテでパンチパーマをかけた後、半乾きのままジェルでウェットに整えたもの。昭和のいかつイメージをなくすため、濡れ感を出すことで落ち着いた品のある男性に仕上がるといいます。発祥は葛飾区新小岩の美容室ヘアサロンノブで、お祭り好きのカリスマ兄弟から提案され誕生したそう。その後 SNS で紹介されると、パンチパーマを知らない20代を中心に瞬く間に全国に普及していったということです。いや、梅沢さん、このパンチパーマの進化系、懐かしいね。でもあれだね、これちょっと昔のパンチとは違うわな。そうですよ、ちょっとね、進化している。濡れパン、濡れパン、濡れパンって言うとなんか漏れたパンツ履いてるみたいな感じがするけど、でもあの俺たち若い頃って、ね、そういうあのジェルみたいなやつこう塗ってピカピカにするやつって流行ったこともあるんだよ。あ、なるほど。だからやっぱ時代はこう回るんだな。そうですね、うん、それとパンチパーマを組み合わせてるっていうことなんですね、はい、そうだね、うん、僕は小学生の時に親にあのパーマ当てられてた方なんで、襟足伸ばして、だからもう全然これが一周してきたのかなっていう。本当ですか。襟足伸ばして、まあ、そうよくあるあの、うん、そういうこの、はいはい、ジャンボカットですな。ジャンボカット。じゃあ今回の濡れパンというもの、改めてどんな髪型かご説明いたします。頭の側面短く刈り上げたフェードと呼ばれる髪型がベースです。トップは短くカットした後、コテを使ってパンチパーマをかけて、半乾きのままジェルでウェットに整えます。そうしますと、通常のパンチパーマに比べて濡れ感のおかげで角が取れて、落ち着いた品のある男性に仕上がるということです。はい、ナジャさんいかがですか。いや、これはあの結構ね、そのパンチパーマはあれですけど、その横すごい刈り上げてるじゃないですか、今の映像を見ても。今そのね、刈り上げがやっぱり美容室ではなかなかこのテクニックができない人が多いらしくて、若い男の子みんな理髪店にこのフェードっていう、この刈り上げフェードっていうんですよ。それをしにみんなこぞってね、美容理容室に、うん、理髪店に行ってるらしいですよ。理髪店、結構な美容室で髪の毛を切る流れがね、男の子も流行ってましたけど、また戻ってきてるってことですね、うん、じゃあ。でこのパンチなんかもなんかエグザイルにいそうな感じじゃないですか。すごい感じですよね、うん、確かに。いや、いいと思うけどね、おしゃれですね、ね、男らしくて。ダイアナさん、最近はですね、ジェンダーレスで中性的な髪型を好む男性が増えている流れに反発して、男らしさを求める男性が増えているという話もあるんだそうです。まあまあ、いや、人それぞれでしょ。いや、そうなんですけど、でもまあ、それこそさっきナジャが言ったみたいに、あのスキンフェードも今流行ってますし、うん、で、あのなんだろう、アイパーってこれでまたこう再発というか流行しても結構難しいんですよ、アイパーって。技術面でね、すごいこうテクニックが必要とされるので、今できるところどんだけあるんだろうっていう気がねしますけれども。なるほど。梅沢さんってパンチパーマってしたことない？したことない、したことない。梅沢さん、梅沢さんパンチパーマにしたら、あの本当のやつですよね。ごめんなさい。久しぶりにお前会ってそれか。ちょっと今そうおっしゃったんですよ。俺したことないよ、一回も。俺だけ流行ったのは、とってもあのライオンカットなんて流行ってね、ヒレシのここが長いのよ、ここが。キャーッと長いの。このぐらいまであったから。で、ここは短くカットして、ここはキャーッとこうライオンカットっての流行った。それは知ってましたけどね。ちょっと見てみたいですね。ですね。ということで、ここで記事にもありました濡れパン発祥の店、ヘアサロンノブのオーナーにお話を伺ってきました。今回訪れたのは、濡れパン発祥の利用店ヘアサロンノブ。オーナーのノブさんにお話を伺いました。濡れパンってどういうものなんですか。現代風に少し濡れた感じで仕上げるパンチパーマの略なんですけど、濡れることによって少し柔らかく見えるように演出してますね。すごくスタイリングが楽、手入れがしやすいっていうことですね。どういう人が
濡れパンをかけに来ますか。どういう人。結構広めには最近なってきたんですけど、基本的にはちょっと怖めの人、いかつめの人っていう感じです。職業はいろいろですね、まあ、言えない人もいますし、言える人もいますし、あんまり聞かないようにしてます。はい、最後にこんな質問しちゃいました。沖縄ダンディで一番濡れパンが似合うのはどなたでしょうか。小山くんですかね。切れ長の目とか小顔、ちっちゃい顔の人とかは、まあ、間違いなく似合うんで、あとは多分直毛だと思うんですよね。直毛の人はやってもらえるとすごい楽さが分かると思いますね。バッチリ似合います。はい、いや、濡れパンジャニーズはいないでしょ今。セットって、ね、5年後とか分かりませんよね。分かりませんよね。なんかでも見てみたい、似合うと思うけどな。セットしやすいけど、あれしかセットできないでしょだってあれって。そうです、うん、まあまあ乾かしっぱなしよね。乾かしっぱなし。いやちょっと勇気いるな。いやでも似合うと思うな。ジャニーズ6人ぐらいで全部パンチパーマ濡れパンってたらかっこいいんじゃないの。うん、そうか、ね、どうもニュースですって3人とも濡れパンで。あ、おしゃれおしゃれ。いいんじゃない。仕事限られそうですね、うん、じゃあね。だけどさっきダイアナさんも指摘してましたけど、お話聞いたらですね、やっぱり上手にパンチをかけられる技術を継承してる人が少なくなってるんですって、うん、そうなんですって。昔はこんなちっちゃいやつで巻いたんだけどね、今固定でこうやってるんだ、うん、ああやって作るんだって初めて知りました、ね、うん、だからこれが上手にできるお店っていうのも結構減ってるという話、ね、はい、でした。昔マルボーの警察もパンチかけてたからね、そうなんだよ、大体あっち系の人ってみんなパンチだったから、丸棒もパンチパーマだった、うん、じゃあ結構どっちか分からなくなっちゃうんですよ。そうそう、でそのうちに俺の知ってる丸棒の刑事さんいるんだけど、そのうちにそれが禁止になったらしい。はあ、うん、分かりにくいか。そう、分かりにくい。いろいろパンチパーマの情報ありがとうございます。、はい、どうですか大島さん、パンチの男性は。あ、ちょっと遠慮しときます。遠慮しときますね。でもまあ、うん、気合入ってる感じは嫌いじゃないです、ね、嫌いじゃないです。いや俺下半身パンチパーマ狙ってるよ。そういうのいらないです。